はい、尺八ラブチャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。私、世界の尺八パフォーマー白鳥義明と申します。今日も楽しく尺八を吹いていこうと思います。よろしくお願いいたします。今からやるのは尺八実践トレーニング初級編ということで、前回夕焼け小焼けをやったんですけれども、その続きですね。今回やる曲は荒城の月を演奏したいと思います。この曲になるといわゆるメリ音が入ってくるので、なかなか演奏しづらい部分があるんですけれども、初心者、本当に始めたての方はですね、メリ音の音程まで取るのはかなり大変だと思いますので、そこはちょっと目をつぶって、まず音をメリ音の指の使いで音を出して、ちょっとずつ慣れてきたらピッチといいますか、音程の方もしっかり合わせていけるようになるといいかなと思います。でハードルを少し自分の中で下げていかないと、かなりメリ音っていうのはなかなか難しいものなので、もしかすると僕も若干外しながら吹くかもしれないので、ちょっと緊張してはいるんですけれども、まあ、早速やっていこうと思いますが、その前にまず小譜ですね。これも結構僕にとっては難易度が高いんですけれども、やっていきますので、ぜひ一緒に、小学入門の、楽譜がある方は一緒にやっていってください。それではいきます。レレリロツロリウレツレレレレリロツロリウツレレリツツロリと、このような形になります。で実際尺八で吹いていこうと思います。やっぱりメリ音のところ、最初のメリ音かなり緊張しますね、本当に。まあちょっと見習っちゃいけないところもあったかもしれませんけれども、だいたいこのような形で演奏していただければと思っております。メリ音は本当に難しいんですけれども、尺八らしい音って言ったらいいんでしょうかね。そのかすれた感じの雰囲気とかが本当に尺八らしさを出す音ですので、ぜひマスターして、いろんな曲で使われておりますので、これからの先の曲にも当然使われておりますので、ぜひマスターして、いろんな曲を吹けるようになってください。それではですね、いいと思った方高評価ですね、頑張れよっていう方も高評価で、そして一緒に尺八吹いていこうという方、尺八楽しいって思ってくれている方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。